が絞って飲んだりだとか、あとサラダお家にいるときは大体自分で10種類以上入れたサラダを作るっていうのを心がけてて、それもレモンだったりオイルで食べるようにしてたりとか、うん、私はそれレモンを絞ったりとか、うん、すごいなストイックなこととかやってないんですけど、私もできるだけそのなんだろう、保存料が入ってないもので自分で作って食べるようにしてて、そのトマトとかを結構食べるようにしてて、うん、トマト食べると食べる日焼け止めというかなんか聞いたことがあって、うん、だからよく夏場とかは食べるようにしてます。なるべくお湯に浸かるようにしてる、体全体をポカポカにしたいなっていう、で湯冷めにもう気をつけて、なるべく早めに乾かす